はい、今回はですね、筋肉マン2世で登場した、超人レックスキングですね。はい、まずは基本データからです。身長203センチ、体重が217キロ、超人強度が118万パワーで、まあその118万パワーなんだけど、恐竜がベースになってるんで、もう少しあってもいいのかなってのね、思ったんですよね。ただその T-Rex の足のね、化身であるスニゲーターも、最初はなんか4000万パワーぐらいあったんですけど、なんか修正かなんか変わった後は400万パワーぐらいに落ち着いていたんですけどね。で、話戻すと、ちなみにアメリカ合衆国出身ですね。で、まあ彼はね、そのサンシャインが手塩にかけて育てた悪魔超人、ナイトメアーズの一人です。で、頭はね、カモフラージュで、ジュラシックハンドが本物の頭部なんですよね。で、この頭部なんですけど、骨だけになってもその機能を失わないという凄まじい生命力を持っています。まあ、筋肉マンのキャラクターってこういった、なんていうのかな、これぐらいタフなやつって結構いる印象はあるんですけれども、であともその氷河期が到来したため絶滅したとされる恐竜同様、ちなみにこれに関してはね、図鑑ではね、いろんな説があるよみたいな注意書きはありましたけどね、実際はわかんないんですけど、まあ、同様ですね、肉体だけでなく精神的な弱さにも弱く、その場の雰囲気を凍りつかせるギャグにも過剰に反応して体を凍りつかせてしまうほどなんですよね。で、次にですね、主な技なんですが、まずはジュラシックハンドですね。はい、まあこれはね、ティラノサウルスの頭部型の右手を使って噛みつくなどの攻撃をするといったものです。で、あと、ザウルススプラッシュ、そしてスケルトンブラッシュジョーといった、まあ、骨だけになった頭部で相手を噛み砕くっていうやつで、まあなんかスケルトンっていうぐらいだからね、頭がね、骨だけになんないとこの技は発動できないのかなとは思うんですけども、ひょっとしたら結構しょっちゅう骨だけになってたってそういう感じですかね。で、結構すぐに再生してしまうな、そんなような設定があるかもしれないんですけれども。で、次に、まあこれがフェイバリットかな、キルザハーフですね。これはね、両腕の頭部と尻尾で相手を捕獲して真っ二つに裂く技ですね。まあ豪快かつ残虐な技かなと思います。で、次にですね、作中での活躍なんですが、テリーザキッドと対戦して、この時はね、サンシャインの策略で万太郎がレフェリーを務めていました。序盤はね、そう、生真面目でみたいな説明して知ってたんだけども、生真面目なのかな、まあ生真面目でおだてに乗りやすい万太郎のジャッジによってレックスキングが優勢だったんですが、万太郎の寒いギャグに体を凍りつかされてしまうと、どんどん劣勢になり、最後はキッドのカーフブランディングで KO されてしまいました。で、次にアニメなんですが、アニメはね、ほとんど原作と展開は一緒だったかなとは思うんですが、カラーリングはね、原作は緑色だったんですけれども、アニメでは黄土色っぽい感じになっていましたね。で、まあ、あとね、レックスキングがね、万太郎のギャグをね、聞かないように耳栓をするシーンで、これ原作にもあったんだけど、その時ね、ガゼルマンが、耳がないから耳栓はできないはずってね、自慢げに言ってたのに対して、ミート君がね、つけてますよって突っ込むところはね、ちょっと笑ってしまったんですけど、これはアニメオリジナルだったと思います。で、まあ最後なんですが、まあレックスキングの戦いはね、テリーザキッドの実質的な初陣ということもあって、プレイボーイでは楽しく読んでいた思い出ですね。で、まあ不遇な使いとされるナイトメアーズの一人のチェックメイトよりもさらにね、影が薄い印象なんですが、恐竜が好きな自分としては結構お気に入りのね、超人の一人だったりします。だから一戦のみだったんですが、少々もったいない気もしましたね。こういうタイプ、例えば、そのチェックメイトとか、あとボーンコールドとかね、まあ、結構もったいないなって思う超人はいるんですよね、個人的には。筋肉マン2世では。で、まあ最近その恐竜っていうと、その羽毛があったっていう説が有力だったりして、だから恐竜は爬虫類じゃなくて、鳥類、鳥の先祖っていうのが有力なんでしたっけ？そう言ってしまうとスニゲーターも設定変わってしまいそうなんですけどね。だからまあレックスキングもね、派手な羽毛をね、身につけたデザインに一新されるのかなみたいな感じで思ってしまったんですけど、それはそれで結構かっこよさそうな感じもしますけどね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。